じゃあ、とりあえずね、本当はね、もうボルケニオンの方、用意してね、行こうかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね、改造部屋の方がちょっとね、賑やかになってますんで、今回はね、改造部屋、潜っていきたいかなと思います。で、一応これ30分ぐらい潜って、まあ、30分2本かな。一応今、まあ、約1時だとして、まあ、30分2本潜って2時。で、その後ね、剣立ての方も、まあ、30分間で2本ぐらい潜れそうかなっていう計算になるんで、それでね、行きたいかなと思います。というわけで、今日はね、一応ね、入れる部屋、入れる部屋に潜っていきたいんで、どっちがいいかな。一応今ね、SV は4部屋動いてるんですけど、そうですね。昨日からね、この部屋めちゃくちゃ人気でね、回線が繋がりにくいんですよね。ちょっと試しに入ってみたっていうのもあるんですけど。まあ、とりあえずそうですね。ここも打ってみるか。中国人か。ちなみに今の雑誌はあれですかね、あの改造の雑誌じゃなくて、あの今回の、なんだっけ、アシレーヌに使えると思ってあの作ったあの AD ブッパの雑誌なんですけど、思ってる使えないからあのポケモンホームの方に変換しようかなと思ってあの似てるだけです。あの特に個体はね問題ないんでご安心ください。この部屋つながんねえな。そうですね、結構改造部屋人気なのか。ちょっとつながりにくい印象っすね。ちょっと部屋変えるか。今日ね、あのこの改造部屋の配信者っていうのが2人ぐらいいないんで、そうです。俺が好きな1人の人が、ここ1日2日ぐらい配信してなくて、で、それプラス、もう1人の人がね、ここに3、3、4日ぐらいかな。全然ゴールデンウィーク以降、ちょっと配信しないんで、あの部屋が動いてないっぽいんですよね。さあ、とりあえず、じゃあ2分、まあ、2分20秒からスタートいきましょうか。多分これ違う人っすね。そうですね、ポン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 部屋当たって、まあ他の人と当たるの、一応ね、今日ね、ゴールデンウィークが初めての土日になるんで、そうですね、まあ人多いのかなと思ったら、やっぱり案の定多いって感じしますね。まあ平日潜ってもね、結構そうなんですよ。まあ特にこれ、海外部屋っていうのもあるんで、まあ時差もあるんでね、まあまちまちなんですけど。一応そうですね、今日本時間だと12時46分なんですけど、まあ1時ちょっと前。海外だとどんぐらい時間なんですかね。ちなみに。もう艦隊ってやつか。ちょっと雑誌出してみようか。どういう返事するか。ニャオハか。外人ニャオハか。まあこれで間違えて雑誌出したら大爆笑ですけどね。まあ別にね、雑誌ならもうちょっと裏にあるんで、別に間違えて出したらいいんですけど。そうですね、SV でも4部屋とも満パンですね。今1部屋はデオキシス、もう1部屋はなんかマスカーニャ、パン君。パン君ってなんか昔猿いなかったっけ、どっかに。さあ何を出すか。てかこれ、どういうニックネームってんの。一応この人ですね、パン君の親。一応5月11日だから、今日か、結晶洞窟。特に色、あ、色違いか。ってことは下手すら改造レードに潜ったんですかね。わかんないけど。はい、ありがとう。俺が知りたいのは君の ID だけだから。君と交換する気はまんざらないから。しかもそれで言ってそうですね。あの、色違い出すだけ、こいつ多分改造部屋潜るわ、改造レード潜るわ。やってることは俺と同じですね。面白いな。あ、もう一回同じ人か。一応この部屋ね、もう ID 決まってるんで。でも全然つながんないっすね。多分これもパンキンか。あ、ちょ、つながった。え、いつの間に、え、どんだけラグあんの。
レジスチル？あ、違う、ファイヤーだ。え、どれファイヤー？ああ、真ん中部屋か。ごめんなさい、レジスチル交換してたから、ああ、違う人だったんだと思ったら、普通に当たったわ。びっくりした。今こっちあのスカルトの上なんですけど、ちょっと剣盾の方もちょっと潜りやすいか潜ってみましょうか。ちょっと今剣盾の方もちょっと起動してるんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと音入ると思うんでごめんなさい。おー、びっくりした。でもいきなりそうですね、レジスチル交換してたから、ああ部屋取れなかったんだと思ったら、いきなり部屋取れたからびっくりした。一応連チャンで、そうですね、ここポンポンときましたね。あれ今度は連チャンで当たんの？なんか面白いですね。あ、エムリットか。まあ、そもそも剣盾の配信してる人っていうのがそもそも少ないんで、今 SV メインで。あとそうですね、レイド部屋が動いてたら、まあ、あ、ごめんなさい。レイド部屋もそうですね、2、3本ぐらいは、うん、やりたいかなって感じしますね。これこの人のエムリットって身体検査かけたっけな。一応でもね、この人の部屋ってね、一部はね改造として弾かれる、ね、なんつうの、設定されてるはずなんですよ。なんか来週ね、またハピナトレードが始まるみたいなんでね、ハピナさんは大量に捕まえて、そうですね、負け犬の材料にはしていきたいかなと思いますけど。そうですね、一応でも剣盾の方も何人か人いますね。結構つながるわ。腹の虫なった。お、3連チャンか。ここに来て3連チャン美味しいっすね。もう美味しくはねえけど、何もどこ持ってないで後に逃がすだけなんで。あ、ギガスか。なんかでもエムリとかでいきなりレジギガスって面白いですね。アグノもユクシーどこ行ったって話ですね。あれ俺 A ボタン押してるな。たまに押し忘れることあるんで申し訳ないですけど、ね、そうだね。SV の配信者で見るとやっぱり少ないっすね。剣盾だったら少ないですね。SV だったらやっぱり何名かいらっしゃるんだけど、配信者。剣盾はやっぱりそうもいねえな。お、当たった。剣盾の方はザマゼンタか。おお、ここ連チャンでかいな。なんかそうですね、ファイヤー、アグノム、レジギガス、なんかフリーザと、なんか関東、信号信号関東と、なんか面白いですね。そうですね、配信してんのはこの人とこの人で、あ、この人も配信してるんだ、今。この人今どう配布してるんだ？ここ5連チャン面白いですね。なんでこんな一気に人いなかったんですかね、パンク。おお、ディアロガか。
ちなみにね、俺以外の部屋だと、今ね、鉄の伊沢派と、誰だこれ、タケルライコか、これ。あ、そう、タケルライコですね。タケルライコとなんかフライゴン交換してるっぽい。さすがにこのままディアルが逃がすとあれになるんで、ちょっと道具だけね、受け取りつつ。そしたらちょっとこっちの部屋パン君に譲って、俺はこっちの部屋潜ってみるか。まあ、うまく入れるかわかりませんけど。そして、剣盾の方も繋がった。お、剣盾の方当たりっすね。一応剣盾の方そうですね、動いてるんで、じゃあこの後そうですね、まあ SV30 分2本取って、まあ剣盾の方もやりましょうか。あと今日 SV 配信してるのは、これがレイドベアか。レイドベアの人と、あの、卵の人と、この人も、この人も部屋の人だっけ？確かこの人もレイドの人なんだよ、俺の記憶だと。あ、それこの人もレイドの人、そうですね。で、特に星5のあの、なんていうの、スパイスが確定出るよって部屋の人動いてるんで、そうですね、まあ、30分ぐらい切りいいところで。うん。そうですね、レイドベアもちょっと潜ってみたいですね、個人的には。でもね、どの部屋がね、スパイス7個とかだったかね、覚えてねえんだよな。スパイス7個？確かに日本人でもね、結構その、なんつうの、スパイスレイドを配信してる部屋とかっていうのもいるんで、結構分かりづらいんですよね。またさっきと同じ外人さんか。この部屋結構人気みたいですね。1996部屋。うん。何出したら答え見せてくれるかな。ちょっと見せてみるか。デカンちゃん。あー、誰かからもらったやつか。特に色違いでもないんだ。うん。いちいちね、剣盾ね、番号入力しなきゃいけないんで、これがマジでね、剣盾の俺が嫌いなところ。なんか新たに面白そうな部屋見つけた。ただ動いてない部屋が数部屋あるな。そうですね、動いてない部屋が数部屋あるっぽいっすね。2部屋ぐらいか。2人とも外れか。部屋変えてみるか。ダメだな、こっちの部屋。全然繋がんね。まあ、あんまり繋がっていいもんじゃないですけどね。もしちょっと新たに面白い人の部屋見つけたんで、ちょっとこっち潜っていくか。
これでちょっと部屋入れなかったら、そうですね、部屋変えましょうか。一回。てみよう、これ何公開してんの。ああ、ブリザボス、ブリザボスかリスボスか。わかんないけど。でもあれですかね、なんか言い方悪いけど、なんか今ほら、ガチ勢の方って、ランクマンがね、おそらくあの近電環境を使える、なんか S、あのシーズン 18? シーズン18、レギュレーションか。シーズン18が今多分ランクマン始まってるんで、おそらくほとんどのガチ勢の方は、剣盾じゃなくて SV に流れてるんで、まあ、SV が、あ、ごめん、剣盾がおそらく改造いいのかなっていう感じがするんですけど、まあ気のせいですかね。なんか俺はそんな気がする。そうですね、じゃあ部屋変えましょうか。なんかね、すんげえ大量にこの人部屋配信してるんで、ちょっとね、どこも売ろうかな。ぶっちゃけどこでもいいんだよな。まあそうですね、ポケモンフォームで改造多いのはこの部屋なんだよな。ちょっとこの部屋潜ってみようか。ただこの人ね、なんかね、部屋がつながりにくいことが多々あったんで、なんかうさんくせえことしてそうだなって気がするんだけど、ちょっと部屋だけ潜ってみましょうか。おー、日本人か。ちょっとファイヤー、あー、切られたか。くそ。つまらん。なんだこれ、よくいるのがね、これオンラインで配信してない可能性あるんだよな、この人。日本人だとさ、ここオンラインとかオフラインってこのマーク右上に出るんですけど、これをね、あえて隠して、オフラインで、その自分ともう一台のさ、スイッチだけで交換してるって人もね、たまにいるんですよね、改造ポケモンの人。だ多分ね、この人もその毛かもしんないんだけど、まあ、回線が繋がんなかったらその可能性ありそうですね。いや、繋がっちゃったな。繋がっちゃったかな、これもしかして。あ、つながっちゃったわ。レジ取りよ。この会社生きとるんか。あとはね、一応ね、レジトリオと、ラティオス・ラティアスと、ホウオルギア、レシラム・キュレム、あと、コバロン・テラキオン、あとは、まあ、ソルガリウル・ナラビア。これちなみにさ、あ、ごめん。これ色違いなの？俺この人の部屋初めて回線じゃなかった。え、マジか。やば。まあ今レジ系ってそんなに需要ないんですかね。わかんないけど。需要ないって言ったらぶっ飛ばされそうだけど。お、また繋がった。今度、まあ多分スチルがロックでしょ、どうせ。どうせって言ったらブドウセス。ああ、ロックか。ってことは次スチルか。うーん。なんか一度でいいから、アルセウスの方もストーリー進めて、ちょっと改造ポケモンどんなの流してるか。そうですね、潜ってみたいですね。アルセウスの方ね、全然ストーリー進めてないんで、やばいんだよな。冗談だけでやばいんですよね。一応全部プレミアボールか。下手すらポケモン GO さんとか言うね。しかも全部鍛えた 6V か。面白いっすね。ってことだから、宝園かなんかの方で捕まえて、まあ転送してきて 6V にしてよっていう設定の答えなんですかね。まあ設定の答えって言ったら失礼かもしんないけど。あ、ラッキー。ラッキーってのおかしいけど。まあでもぶっちゃけレジ系ってさ、そこまで需要ないんで、まあこいつらが改造で回る分にはいいんだけどさ。ぶっちゃけいい。あ、でもね、確かにね、ちょこちょことね、最近ね、レジシルとかの改造いたんで気になってはいたんだよな。
あのね、今ね、ポケモンフォームの中で一番多いこのレジ系3体のポケモンって、明らかにスチルが一番多いんですよね。なんか見た限りね、スチルが多い。圧倒的に。なんかそんな感じがする。ポケモンフォーム見てて。いや、申し訳ないですけど、なんかもう一本ちょっと SV 撮るか。なんかうるせえな、インフォメール。そうです、レジ系3体来たんで部屋変えるか。どこにしようかな。一応今生きてるのは1,2,3,4,6番がデオキシス、いや7番潜ってみようか。レシラムケルム部屋、確かにね、ちょこちょことね、あのレシラムの改造もいた。誰とつながった。おー、当たったんだ。さあ、レシラム来るか。あ、キレムなんだ、この部屋。あ、じゃあ完全になるか、本当に。レシラム、キレム、ゼクロム。ん?合ってるか。レシラム、ゼクロム、キレムか。を配信してるっていう感じの部屋なんですかね。もしかすると。一応キレムはもともと6部位か。そしたらそうですね、コバロンとテラキオンの部屋もちょっと覗いてみましょうか。お、レンチャンゲットっすね。このレンチャンゲットでかいな。一応、ね、一番上がね、これなんだっけな、なんだっけ、親名がヌルテラなんかガイユ AU みたいな人の名前。それが多分一番上です。上の5体ですね。で、ここが一応この、シャイニー、多分シャイニー店でいいのかな .com って書いてあるんで。多分、親名は多分違うと思いますけど。てか、たまによくね、シャイニー店って改造を頼んでくれるけど、この人だったんですね。なんかあのマジカル高校で流れてくるさ、シャイニーデンドットコみたいな地域なかったっけ、なんか覚えてねえけど。一応レシラムか。で、次がおそらく多分ゼクロもいるはずなんで。おお、綺麗にフルコンプか。まあ、フルコンプっつっていうのわかんないけど。ラッキー、ポケモンホームの方交換成立した。ちょっと待ってください、ね、このタイミングで交換成立すんだよ。マジかよ。さあ、どこ潜りましょうかね。一応8番が今空いてるっぽいんで、ちょっと8番入ってみるか。9はね、なんか人気みたいなんで、ちょっと待ってくださいね。8番の部屋は、ね、今誰も交換しなくて止まってるのかな、多分。9番止まっちゃってますね。ちょっと3番にしてみるか。一応これがね、ラティオス、ラティアス部屋。3番はね、今動いてるんですよ。もう当たりっすね。
じゃあちょっとこの隙にポケモンホームでちょっと交換するか。誰が成立したのかな、それがわかんねえ。ちょっとお待ちくださいね。あ、お前が成立したの。ってことはバドレックスが飛んできた。多分こいつバドレックスだと思う。さあ今来た改造、バドレックスは改造か。タイマーボールさん、一番微妙な答え来た一番改造か判定しづらい答え来た。一応今来たバドレックスこれっすね。一応ラティオスか。一応今来た バドレックスはこちらですね。バドレックスで、はい、タイマーボールの、ちょっと待ってくださいね。俺 A ボタン押してるよね、こっちは。じゃあ問題ないか。タイマーボールでこんな感じ。まあ今年の3月に出会ったさんで、まあ親名的にも特に改造らしきところは見当たらないんだけど、一番改造か判定したらバドレックスこと言ってるのに一番やめてほしい正直。まあそうですね、とりあえずこれはじゃあ改造じゃない判定でもらっときましょうか。実はそうですね、ラティアス2つ潜ってたんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと部屋番号だけ調べるか。ちょっと待ってくださいね。そしたらあと5分ぐらいか。どこにしようかな。一応動いてるのは、どうしようかな。8番と9番両方も人入っちゃったんで、ひとまず9番にしてみるか。今どっちの方が重要なのかな。テラキオンとかヒジリオンとかいる。あ、そうか。どっちにしてテラキオンとかってまだあるか。SV 内定してないから、ルナーラたちの方が大事か。内定してるって考えると。ぶっちゃけ SV に内定してないポケモンの改造個体は知らん。そこまで俺責任は持てん。本人か。お、当たりかな。一応この部屋ね、ルナーラとソルガリオのみみたいなんで、多分2体で良さそうだね。ソルガリオか、先に。なんか太陽神って感じしますね、色違い見ると。あのソルガリオは、花がかい。あと内定してる改造ポケモンで見ると、デオキシス内定してない、まあ、エンテライコス行くあたりか。この一度入れるとこの連チャン改造性強いな。これキレムの部屋だっけ。あれ俺番号いくつにしたっけ。あれあれあれ、なぜかわかんないけどキレムが来た自分でもなぜかわからんけど、あれキレムこの部屋じゃねえはずなんだけど。まあいいけどさ、まあ後でそうですね、答え値だけ確認して、まあ、まとめて放り込みましょうか。一応そうですね、これ、あれ俺9番の部屋に入ったよな。俺間違えて7番の部屋入った。そうですね、キュレムは一応7番部屋なんですよね。あれおかしいな。
あ、そう、やっぱり9番目に入ったんで、だからなぜかソロガリオとかルナーラの部屋でキレミが飛んできたと。ああ、当たりか。あ、ネクロズマいるんだ、この部屋。へえ。なんでキュレムルナーラの代わりがキュレムだったんですかね。配信者が間違えたのか分からんけど。まあ、したらあと1分ぐらいなんで、そうですね、あと1回潜れて終わりにしましょうか。まあ、でも30分で18体か、まあ、17体、あ、16体か。16体悪くはないっすね、数量的には。でもこのプロレスみたいな、この30分1本方式楽しいっすね。おー、この辺でもあれか、レチェとルアン、リアン、わかんないけど、結構いますね、人。よく俺そんなポンポン回線繋がったの。んじゃあそうですね、この人まだ、数部屋配信を、あー、ごめんなさい、バグった。こっちだね。一応、ラティウス潜って、理事系潜って、一応あとこの人、まあ、ホールギアとか、まあ、エンテイ、水軍部屋もあるんで、そうですね、まあ、動画切り替えて、残り一部屋潜っていきましょうか。さあ、これは？あー、もう一回ルアンか。そうですね、もう一回ルアンなんで、多分誰かと外人繋がってるっぽいんで。そうですね、じゃあ一旦これで、そうですね、身体検査の方に行きましょうか。とりあえず、はい、これ親目で見しょうか、どこが？あ、すげえ、マスボ持ってる。え、この人マスボくれるんだ、ラッキー。ラッキーっつってた。で、とりあえず、今来た、こっちに来たのがあるんですね。まあ、そうですね。この ID の人と、96241、96241、96241、96241。だから、5桁の I1、頻繁って言ったらあれかもしれないけど、あれなんで、一応、ポケモン的には、あれっすね。まあ、一応 SV って ID6 桁のはずなんで、一応 SV 判定ではなさそうっすね。あ、そうです。やっぱりそうか、時空超えてきたパターンか。なるほどね。一応、そうですね。全員時空超えてきたパターンのポケモンと。で、リボンも、そうすればほとんどコンプのポケモンと。まあ特にこのゴージャスロイヤルとかはね、まあダイパでしか手に入らないリボンになるはずなんで。で、こっちが、今回ですね、これが新しい人見つけた、シャイニーデンって人の、レジェンスですけど、一応まあ POKC か、親名は。あ、そう、ここは一緒か、ここは3体一緒と。で、ここもそうですね、同じ部屋なんで、まあ ID0 目型と。で、ラティアスも一緒か。おー。
で、ソルガレオ、キュレム、ルナールだけは、あ、ネクロスメだからか。これ一応配布のネクロスマスカになってんだ。クラシックリボンか。まあでもですね、一応これ、確かあれだっけ、秘密のネクロスマって確かあれなんですよね。技もなんか秘密になってるんですよね。なんかわかんないけど、その、このまあ、例えばこれ、一応ここ、あの、頭文字全部で言うと、リフシシになるんです、リフシシになるんですけど、これがなんか秘密になるように。確か覚えた特別な答えって話なんですけど、あ、こいつドロキシ振ってんじゃん。マジか。え、嘘。え、お前ちなみにお前ドロキシ振ってる？すげえ、この人ドロキシ振ってる。しかもごめん、レジアイスを S ブッパにする理由って何？お前 S ブッパ絶対ねえよ。お前 S じゃねえよ。お前絶対 B ブッパだよ。B ブッパで直気持ちだよ。ちょ、そうですね。B ブッパで直気型の食べ残し持ちですね。あ、まあ、レジロックはまだいいや。レジロックはそうですね。まだ分かりやすい。うん、ドロキシしてるわ。あ、まあ、レジスチルも分からなくはないけど。うん、分からなくはないですね。で、キュレムは、まあ、BC ブッパ。BS ブッパか。BS ブッパに超 HP と。で、まあ、キュレム、ゼクロム、ラティアス、ラティオス、まあ、ソルガレオ。で、もう一回来たキュレムと、これは？あ、これ同じ答えのキュレムか。S308。あ、まるまる同じ答えっすね、多分。で、ネクロズマが。あ、ほら、ネクロズマか。っていう感じですかね。へぇー。まあ、レジアイス、レジロック、レジスチル、まあ、キュレム、レシラム、ゼクロム。まあ、レシラムは確かにね。まあ、C ブッパ。で、ゼクロンはね、A ブッパ。まあ、確かにこれはね、わかりますね。AS ブッパ、CS ブッパ。で、ラティオスがなぜか、ラティアスがなぜか、HS ブッパと。まあ、おそらく HS ブッパで瞑想を積んで、どっこいしょって方っすかね。わかれなくはない。で、ラティオスが、まあ、CS ブッパ。で、なぜか特防下げちゃったと。特防下げる理由はわからん。だったら控えめでよくね。で、ソルガレオが、HB ブッパで、特攻ダウンか。あー、もうわからなくはないわ。まあ、メテオドライブ。お前、ホッタキャドス持ってんの？え、強っ。で、キュレーム、で、まあ、ネクロズマか。じゃ、とりあえずですね、身体検査かけてみましょうか。これ、面白い展開になりそうだな。これ、マジで全部入国できたら大爆笑しますかね。あと、ここも全部いらないポケモンなんで、少し数体ボックス埋めとくか。よし、とりあえず3列埋めときゃいいな。よし。じゃあ、そうですね。一旦セーブして、今入ってきた、何体だ？16体か。16体だけ、そうですね。身体検査かけましょうか。よし。したらね、じゃあ、入国検査の方していきましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。一応、この後は、そしたら、まだエンテイとかの部屋が残ってるんで、そこも潜りつつ、で、今1時半なんで、まあ、残り3、1時間ぐらいは、そうですね。あれ ?SV の方で行きたいかなと思ってたわけで、この人のポケモンってのはおそらくほとんど改造で弾かれるはずなんで、まあ、まとめて5体送っちゃいましょうか。確かこの人のポケモンはね、最近弾かれる答えがなんか増えたんですよ、一部。あ、そうです。やっぱり弾かれましたね。じゃあ、この人のポケモンたちが出回ることはないんで大丈夫か。一部出回る、出回ってる、なんつうの、他の答えもいますけど。この人確かに、ウガツホムラとかは弾かれてないはずなんだよな、一部。あと、剣盾のポケモン。確かに、剣盾の、なんだっけな。ダイマ、なんだっけ、ビーストポケモン。なんか、ビーストブーストとかの特性を持ってるポケモンたちっていうのは、確か弾かれてないんですよ。ウツロイドとか、テッカグヤとか。そっち系は弾かれないんで、まあ、まだ SV のポケモンがね、弾かれたけマシなんですけど。そうですね。あと、俺が潜ってないのは、エンテイ、スイ君、ホウ、ルギアか。この、ジョート。ジョートのポケモンたち、5体だけちょっと身体系、まあ、どっちにしろも、どうだろう。多分、この人もね、このポケモン今回、どうだろう。ID 的にでもね、弾かれると思うんだよな。まあ、13098は分かんないですよ、これは。これは分かんないけど、こっちのポケモンたちは全員弾かれると思う。ちなみにこれ、アロラさんだったんだ、一部。ネクロズマはこれどっちにしろ配布なんで、まあ、これは別にどうでもいいとして。
まあ、レジアイス1体入れてみか。レジアイス1体入れてみて弾かれたら、まあ、他の2体も弾かれるってわかるんで。ああ、弾かれるか。OK。レジアイス弾かれた。おそらく ID です。ID なのかな？どうだろう。あ、ちなみにポケモンフォームまた交換成立した。1分前に。マジかよ、忙しいな。まあでも弾かれるのにいいことっすからね。まあでもいいことかもしれないけど、ただまあマジカル交換とかでは多分おそらく弾かれないはずなんで、それがすっげえ難点なんですけどね。でもまあスマホのポケモンホームで来なければマジカル交換はねしなきゃいいだけなんで。まあ特にただ一見正直言っちゃうけど、そうなんだよな。言い方でいいけど、でも、なんつうの。まあ普通に通信交換で、まあこういう改造ポケモンって絶対弾かれるわけじゃない、弾かれ、そうそう、絶対的に弾かれないんで、だそもそもの前提条件として、まあ、改造ポケモンは出回るんですよね。まあ、しょうがないですけど。でも逆にこの弾かれる個体と弾かれない個体が長えな、ログインするの。この弾かれる個体と弾かれない個体の差って何ですかね。それが俺いまいちわかんない。誰にしようかな。まあ、キュレームでいいか。まあ、多分日付で、あの、ID 的に、あの、ゾロ目、あの、まあ、連番なんで、多分弾かれるはずなんで。そうですね、連番も弾かれましたね。じゃあ、多分ここにいるポケモンは、そうですね、全部弾かれそうなんで、大丈夫そうですね。よかった。今回はそうですね、全部入国審査の時点で弾かれたんで、まだよかったんですけど。あたりちょっとこっちの方で逃がしておきましょうか。別に逃がすのはこっちで必要ないんで。っていう感じなんでね。まあ一応、そんな感じかなと思います。まあとりあえずね、まずポケモンホームの方に、そうですね、入国できなかったっていうだけで、まあ全然ね、アドバンテージはあるんで、そうですね、今回は良かったかなと思います。一応ね、全体こう確認したわけじゃないんで、まああれなんですけど、ただ少なくとも、まあ親名が一致、あと、ID が一致してるポケモンたちなんで、まあおそらく個体的にはまあ全部改造だ、まあ、弾かれるっていう感じにはなると思うんで。まあ、もう分かりやすい計算、まあ、検査方法としてはね、そうですね、これ悪くないのかなって感じですかね。だけど、この後ね、そうですね、シャラはこのポケモン言っちゃうんですけど、まあ、ホーウォットルギア、もう多分おそらくホーウォットルギア、エンテとか、まあ、そのルギアの部屋っていうのをおそらく改造で弾かれる感じっていうのはあると思うんで、そうですね、潜る必要なくなったんで、ちょっと剣立ての方潜るか、そうですね、ちょっと別の配信者探すか、まあ、SV の別の部屋、ちょっとね、あの活発の部屋がまだね、2、3部屋あるんで、ちょっとそっちの方潜っていくか、とかも考えていきたいんで、一旦これで、終わりたいと思います。では、また次回にお会いしましょう。ありがとうございました。